客の預金を着服した疑いで逮捕されていた長銀西信用組合の元大分支店長が別に3000万円を横領した疑いで再逮捕されました。松原和夫こと韓国籍のコン・イルナン容疑者は去年11月、客の定期預金3000万円余りを横領した疑いが持たれています。警察は認否を明らかにしていません。コン容疑者は去年7月に客の定期預金3000万円余りを横領したとして先月逮捕されています。大分地検は今日コン容疑者を大分地裁に起訴しました。長銀西信用組合は内部調査の結果、コン容疑者が2億5600万円余りを横領していたとみています。警察は引き続き余罪があるかどうか調べています。